こんにちは、れっちゃんです。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回使っていくキャラなんですけども、こちら。はい、久我祐馬爆豪華付き、ゲットしましたので、使っていこうかなと思います。いやー、久々の記念ですね。僕の中では久々の記念でございます。いやね、この二人の、掛け合いっていうんですか、それがね、ちょっと見ててね、あーいいなーって思ったから、こっそり裏でガチャを引いたら、意外とすぐ当たったので、まあ使っていこうかな、といった感じですね。はい、ということで、このキャラを、今回はガトリンで使っていきたいんですけど、性能ちょっと先に見ましょうかね。はい、ということで、性能見ていきましょう。6の状態で攻撃力が 465% のダメージを与え、攻撃タイプの場合 30% の追加ダメージ。そして、2ターン攻撃力を7アップと、2ターン必殺技で当てるダメージ7アップと、自身が受けるダメージを1200軽減ですね。強いね。ちょっと見てみますか。12まで上げると3%ずつ伸びるっぽいですね。いいね、いいね。10%って感じか。で、友情が必殺プチ変換と、必殺技で当てるダメージが 11% アップの攻撃力が 12% ダウンって感じですね。友情でもメインでも使えるキャラですね。で、特性が列車のダメージを4330軽減と、自身の攻撃力 3% アップと、必殺技が発動するターンのあとに、プチショットっすかね。おー、いいね、いいね。いろいろ、込み込みですね。もうなんか、ベジットの、プチショットやら、まあ、他の記念のなんか、攻撃力アップとかなんか、いろいろ入ってて、すごいね。はい、ということで、今回こんな感じの豪華な、編成で遊んでいこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。レッツゴー!さあやっていきましょう。まずは必殺演出見ていきましょう。いやー、いいね、いいね。この二人の掛け合いがすごいね、良かったんですよ。よし、こんな感じでハートプチでも取ろうかな。さあ見ていきましょう。おー、かっこいい。いいね。んで3万9000。からのプチショット。で2万。だから、まあ、6万近く出してっかな。強い。まあ、ここの攻撃力アップがま、入ってるっていうのもあるんですけど、強いっすね。では、次は火力を上げて殴ってみましょう。まず、攻撃力 25% と必殺技で与えるダメージ 15%。最近のお気に入りキャラです。では次、必殺プチが 122% ですね。では、ユーマくん使って3ターン 2% アップ。そしたら、必殺技で与えるダメージ 26% アップ。OK。さあ、お次、ここで弱体化をしていきましょう。攻撃力 22% アップ。では、お次、友情もね、使っていきたいということで、コピーして使っていきましょう。まず、3ターン必殺技で与えるダメージ 3% アップと、この2人のね、友情を使っていきます。いいね、いいね。では、お次、エマで 32% アップ。そして、エネル。こちらが特殊タイプが 62%。で、今回、アタッカー両方とも特殊タイプです。さあ、これで弱体化して、あ、じゃあ、ゴテンクスも特殊タイプでしたね、今。では、攻撃力を 50% アップ。
で、お次が 30% アップ。バカバカ上げてきます。で、最後、ノーマンで必殺技が 17% アップ。さあ、最後に必殺プチを取っていきたいんですが、まずは攻撃力見ていきましょう。はい、クガユーマ&爆豪華付きは 14,000 の 286% ですね。僕、アンドルフィーは 11,000 ですね。なるほど。では、こちらを取っていきたいと思います。6個なので、28% かな。行きましょう。さあ、どんな感じか。80万。えぐ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや、使ってみましたが、めっちゃ強いね、こいつ。やばい。まあ、攻撃力バカバカ上げたとはいえ、80万超えるとは思いませんでした。いやー、びっくりした。いや、本当にね、アンド系のキャラはめちゃめちゃ強いのが多くて嬉しいですね。ね、今回もこんな感じで強かったし、必殺もね、めちゃめちゃ濃い感じで、すごいいいですね。この二つの作品のコラボがね、こんなゲームの中でね、こう混ざり合ってできたキャラなので、いやー、ゲットできて嬉しいですね。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。